アンコールいただきまして本当にねありがとうございます。お付き合いいただきました。今日10年目ということでございます。クレアコーラスコンサート楽しんでいただけたでしょうか。ありがとうございます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 。本当に、またね10年、続けるつもりでやってきたわけじゃないんです。一回とりあえず大ホールでやれたら、最初は実は2010年ここでなぜやろうとしたかっていうと、全国回ってて、全国47都道府県、最後埼玉県はクレアコノスでやろうと。で電話したんです。小ホールでやろうと思ったんですよ。で小ホール空いてますかって言ったら、小ホールは空いてません、大ホールは空いてますと言われたんです、ね、大ホールは空いてます。あ、そうですか、それじゃ無理ですねと電話を切りました。でそしたらずっと、僕のねスタッフをずっとやってくれてる、スタッフが、小ホール空いてなかったからダメだよって話をしたら、大ホール空いてんなら大ホールでやればいいんじゃないのっていう一言から始まって、大ホールだよって思いながら、でもいやじゃあやってみようかなってもう一回折り返しを電話してね、でクレアコノス電話して、すいません大ホール、先ほど大ホール空いてるって言ったんですけどまだ空いてますか。もちろん空いてますよ、ね、笑顔で言っていただきましてね、佐久間さんやりますかって言うからやってみようと思うんですけどって言って始まったのが2010年。それからね毎回満席ってわけじゃなかったんです。今回初めて満席ということで、まだまだ入れなかったお客様にはね本当申し訳ないんですけど、たくさんの方にこうやって時間割いてきていただきました、本当にね、感謝の気持ちでいっぱいです。今日本当にありがとうございます。アンコールよかったらもう一曲お付き合いいただけたら。新曲もね出て、これが10年かけたゴール、一つの、ゴールではあるんですけど、終わりがあれば必ず始まりがあります、ですのでゴール、今日はゴールですけど、逆に考えれば今日がスタートです、また、2011年に今度向けて、佐久間秀樹もねどんどん頑張っていきたいなと思います。そして、夢に向かう何かをやるってことはね必ず大変な思いをするってことはたくさんあります、皆さんもそうだと思います。僕よりもねはるかに大変な思いお仕事をされてる方もたくさんいると思います、お体がねちょっと具合が悪かったりとかそういう方もいると思いますし、いろんな人それぞれのいろんな条件があるんだと思うけど、でも自分がやると決めた方向に向けて一生懸命やっていく、このやっている時こそがなんか人生楽しい時なのかなっていうことを最近思ったりします。自分もだから、苦しいことがあっても、どんどん頑張りたいなと思ってます。そしてこの、今日のねコンサートを、10年目ですけど、いろんな方がやっぱ見に来てくれた、いろんなアンケートをいただきました、そんな中にあったのをちょっと今日、リハーサル終わった頃に思い出したんですけれども、学校行くのが嫌でね登校拒否でいた、中学生の子がいて、その子がコンサート来てくれたんです。そしたら、コンサート終わった、その次の日がちょっと月曜日だったんですけど、その月曜日から学校に行き始めたっていうんで、ずっとねその子も学校に通ってくれてます。あとは、病気されてるんだけどもういいやって諦めてるっていう人が、歌を聴いてくれて、やっぱり病気だけど、手術してみて、生きる方向に頑張ってみる、そういうお声もいただいたこともあります。歌という形が全くないものです。今日も皆さんにお越しいただいたけど、何も手土産も何もございません、ただ持ってっていただくのは心の中に、もしよければあったかい気持ちを届けようという気持ちでいっぱい歌わせていただきました、そんな形のないものをいつも届けてる歌い手という仕事でございますけど、ですから余計になんか、一生懸命形がないからこそ手を抜かずに一生懸命これからも歌っていきたいなという気持ちでいます、また明日からもねライブもありますし、毎日毎日頑張っていきますので、皆さんも日々、どうぞ笑顔で、少しぐらい嫌なことがあっても、なるべく笑顔で乗り切りましょう、そしてまた、私こんなことがありました、これを乗り切りました、そんな声をまた聞かせてください。そして今ご病気されてるそういう方は、気持ちは必ず前向きに頑張っていきましょう。辛い方、大切な人が旅立ってしまって、悲しい思いしてる、いろんな思いがあると思いますが、気持ちだけはどうぞ今日のコンサート、この思いをたくさん心に詰めて、気持ちだけは前向きに、また次の機会にお会いできたらと思います、2019年佐久間秀樹10年目のクレアコノス、最後までの付き合いありがとうございました。最後は新曲お届けしてお別れします。短かったようで短かったような人生、悲しかったようでつまりのところ楽しかった人生、夢中で夕暮れまで遊んで叱られた玄関、片思いの相手に振られて泣いた制服の公園、まだまだ先は続いていると思って振り返れば、子供の頃青春の日、あんなにも遠いこの道のどこかに生きた答えがあるだろうか。思えばありがとうの数よりごめんねの数の方が多かったような、照れくさいような情けない人生、仕事に追われてつい八つ当たりで泣かせた日もあった、子供が生まれて毎年お寿司で祝った誕生日、なぜだろう人はよそ見もせずに向きに先を急ぐ、成人して退職してしわくちゃの手のひら、この道のどこかに生きた答えがあるだろうか。そろそろ道の終わりが見える、この道を選んでよかった、悔いは何も残ってないけど生きた答えを知りたい、きっとあなたに会えたこと、あなたと生きたこと、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 あなたに会えたこと、あなたと生きたこと。ことあなたと生きたこと